はい、今日はこちらの紹介をしたいと思います。ダイソーで買ってきた折りたためる水切りかごです。400円でした。取り外し可能な端立て仕切り付き、底面に水切り穴付きでしっかり水が切れる、畳んでコンパクトに収納可能となってます。折りたためるので使わない時は畳んで収納できるのがいいなと思って買ってきました。サイズは畳んだ状態で 36×30.9×5.4cm、 広げた状態で 36×30.9×12.4cm です。ちょっと早速広げてみたいと思います。こんな感じです。底面広げた状態で高さが 12.4cm です。ここが端立てになります。シリコーンなので折りたたみは楽ちん。慣れてくるとこのような感じで簡単に折りたたみができます。はい、この突起でお皿が立てかけれるようになっています。ちょっと実際にここにお皿を並べてみたいと思います。はい、こんな感じで綺麗にお皿が立てかけれます。こんな感じで洗った後の食器がたくさん入ります。はい、このようにシンクの横に設置できるようになりました。使わない時はこのように折りたたんで置いておけます。今回は折りたためて便利な水切りかごの紹介でした。過去の動画でも100均の便利グッズをたくさん紹介しています。こちらの方も見ていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。